なので、軽貨物運送業でいきなり開業した会社や、今までの常連客が急にいなくなったっていう会社は、ゼロから営業しなきゃいけないので、めちゃくちゃ大変ということになります。ただ、ネット広告にだけは頼ってはいけません。じゃあ、どうすればいいか。はい。軽貨物運送で独立開業した場合の集客についてお話をさせていただきたいと思います。軽貨物運送業界っていうのは、 ま、市場規模23兆円というふうに言われていて、ま、ここ数年でめちゃくちゃ急激に伸びている業界だというところですね。ま、これはあのコロナで、ま、巣ごもり需要っていうのが増えたりとか、ま、あるいは物を売ったり買ったりっていうのを、ま、一般なユーザーが、簡単に普通に、ま、あの生活の文化の一部として行うようになったというところでめちゃくちゃ拡大していると、急成長しているといったような業界です。ま、今後も確実に拡大するっていうことが見込まれていて、 ま、成長率も伸びていますし、業者数もめちゃくちゃ増えていると。いったような業界です。で、まあ、こういった形で市場規模がめちゃくちゃ増えているので、軽貨物運送業で独立開業するっていう会社の方もめちゃくちゃ増えていると。いったような状況です。で、軽貨物運送業で、ま、独立開業をすることはいいんですけれども、まあ、業界自体が成長してますので、ただ、集客についてきちんと考えておかないと、まあ、独立してしまった後に、 取引先開拓で困ってしまったりとか、売り上げが立たなくて困るといったような形になってしまいます。でまあ、よくある開業パターンなんですけれども、まあ、倉庫業、車両リース業に、えー、勤めているあ、まああの、車両リース業の会社がです、ね、新事業で開始するというふうなパターンですね、まあ。関連の事業をしていって、軽貨物運送業を始めるというふうなパターンですね。あるいは運送業、物流会社、まあ、あるいは軽貨物の会社に勤めていて独立するという。 パターンですね。で、この1番、2番は、まあ、会社の中での取引を一部連れて、引き連れてであったりとか、あるいは関連会社から、まあ、取引をもらったまま、その取引を持って独立するっていう形なので、まあ、ある程度売上を保った状態でスタートできると。 言ったような形になると思うんですけれども。まあ、最近多いのは、まあ、業界が、ま、確実に今後も成長していくだろうっていうことで、まあ、その成長を見込んで、いきなり開業するっていうふうなパターンですね。まあ、経験者を雇ったりとかして、やっていく会社が多いと思うんですけれども、まあ、この、いきなり開業したパターンであったりとか、まあ、あるいは1番、2番の場合でも、まあ、常連の取引先が急になくなってしまうって、結構あの、業者の切り替えとか、あるような、 業界でですので、まあ、その場合、一から営業していこうというふうに思っても、営業マンがいなかったりとか、営業方法を分からなかったりとか、営業する時間がないということで、まあ、取引先開拓に困ってしまうというふうな会社も多いというふうに伺ってますと。で、その場合、まあ、ネット広告に頼るっていうふうな会社が多いです。まあ、ネット広告っていうのは、まあ、どの会社でもできて、まあ、簡単にできてすぐに始められると。 いう形ですと。まあお客さんも比較的掴みやすいっていうところがあるんですけれども、このネット広告は、まあこう業界自体が伸びていて、業者数がめちゃくちゃ増えてるんで、まあ競争率がめちゃくちゃ高くなって、特にこの軽貨物運送に関しては、広告費がめちゃくちゃ高騰してるといったような状況になっています。まあこういった形で取引先開拓に困っていますと、営業したいけどもなかなかできないっていうことで、 えー、まあ、やるのはもちろんわかるんですけども、ただ、ネット広告だけに頼るっていうことだけは、やめておいた方が、いいという形になります。まあ、できれば、こういったネット広告に頼らず、自社で取引先を開拓するっていうことに、取り組んでいただいて、えーまあ、取引先を開拓すると。ネット広告を通じてお客さんも掴むっていうだけだと、ずっとリ益率ーが低いと。ネット広告にずっとお金払ってるっていうふうな形になるんで、まあ、このネット広告に頼らずに、自社で、 取引先を見つけていくという方法を確立していくってことが大切になってきます。で、ちょっとお話しさせていただきたいんですけども、私たちはこの軽貨物運送の営業代行をやってます。株式会社セールスマーケティングファウンドといって、創業7年目で千葉県の船橋市にありますと。私たちは、あの、ご依頼いただきましたら、対象の業種、例えばメーカーとかに対してですね、アプローチをさせていただきますと。で、この軽貨物運送の会社には、その営業した先から、 直接問い合わせが入るといったような形になってます。で、私たちは FAX を使って取引先の開拓ということをやってます。まあ、FAX を使ってこの軽貨物運送の取引先開拓ってできるのって思いかもしれないんですけれども、まあ、対象の業種が決まっているこの軽貨物運送の場合は取引先の開拓っていうのをしやすいので、FAX でも十分に開拓するっていうことが できるようになります。ちょっと、この後にお話ししますけれども、実際にご利用いただいて、まあ、取引先の開拓を十分にやっていただいている会社様も何社もありますと。私たちのファクト使った取引先の開拓は、まあ、配信先の企業リストを作成するですとか、あるいは、どういった紙面を作れば、配信先からより反応が取りやすいかということを我々が考えて、その紙面の作成も代行しますと。あるいは、 もうその作ったリストに対して対象の企業に対してのファクスの一斉配信も代行させていただきますと。まあ、全て代行しますので手間がかからず取引先の開拓ということをすることができますと。はい。実際にご依頼いただいた企業様の例ですね。えっ、ー、と、今日で2023年の2月ですので、えー、2023年の1月なんで、先月ですね、にご依頼いただいた東京都の軽貨物運送の会社ですね。で、我々にご依頼いただいて、このファクスの配信日に早速4社から問い合わせといったような形になってますと。 で、この会社は、ま、関東圏内を中心に軽貨物の運送されている方で、まあ、外注含めて、え、200台近い車両が稼働していると。で、この軽貨物運送なんですけれども、まあ、今は二重系がめちゃくちゃ多いと。なので、新規の定期配送とか、まあ、スポット便を探していると。で、そういったスポット便、単発便を増やしながら、ま、定期便を増やしていくってことで、え、そういう目的で我々の方にご依頼いただきましたと。で、対象の業種はメーカーですと。 でメーカーの中でも詳細の業種を絞らずに、メーカー全般に対してアプローチをしていくと。まあ、それによって、今まで取引したことがないような、まあ、新しい条件の取引先とか、例えば温度帯を気にするような、え運送だったりとか、そういうところも、まあ、取っていきたいというふうなことでご依頼いただいて、まあ、実際にアプローチして、まあ、問い合わせが来た会社も、例えば自動車部品メーカーだったりとか、ワインメーカーだったりとか、あるいは印刷会社だったりとか、まあ、バラバラの、あの、いろんな業種の方から問い合わせをいただくと。 いうなな形になってますもちろん取引になる可能性の高い業種に絞って営業するということもできます営業が全くいない会社でも我々の方にご依頼いただいて取引先の開拓の営業するということができるようになります今言いましたように新しい業種を開拓していくということもできるようになってきます経営貨物運送で独立開業した場合の集客についてお話をさせていただきました まあネット広告に頼って、ネット広告にずっとお金を払っているっていう形で、こう、利益率がなかなか低くなってしまっているっていう会社や、まあ、今までの常連客がいなくなっちゃって売り上げ立たずに困っているっていう、まあ、経過もつぶすこの会社と結構いらっしゃると思うんですけども、やっぱり取引先を、こう、業種絞ってアプローチしていって、まあ、取引先を開拓していくってことが重要になってきますので、営業したいけれども、なかなか営業マンがいないっていう会社の方とか、まあ、まさにこれから取り組み始めるっていう会社の方は、ぜひ、 我の方にご連絡いいただければと思います、まあ、どういった状況で今やられているかというところを詳しくお話をお伺いできればというふうに思っています。この動画の概要欄ですとかからお問い合わせいただけるようなところがありますので、そこにこうリンクを貼っておきますので、そちらからお問い合わせいただければというふうに思います。ありがとうございました。